皆さんおはようございます、7月の、23日、朝7時です、全日本モトクロス第6戦の本大会会場のブサースポーツランドです、天気予報はなんか曇りっていう予報さっきまで出てたはずだったんですけど、仮眠して起きたら、いわゆるドピー感でした。夜はすごい涼しいんですけど、涼しかったんですけど、この日差しなので、前回の神戸に続き、猛暑のレースになっていくのではないかと思います。ですね、いろんなことがある、第6戦ありそうな第6戦ですが、頑張ってレポートしていきます。どうぞよろしくお願いします。